三重県の尾鷲海上保安部で年末年始特別警戒及び安全指導が始まりました。初日の今日は出動式の後、巡視艇での尾鷲湾内の見回りや灯台の保守点検、釣り人への安全指導などが行われました。尾鷲海上保安部は海に出るときはライフジャケットを着用し、海上での緊急通報用電話番号118番を有効に使ってほしいとしています。